はい、こんぺーちゃん、まだまだ真っ白だね。なんかめっちゃ重いような気がするね。そうなんです。608円ってまだ増えてますね。あ、そっか、この間590いくつだったの。この間590さ、だから7だすけど16だもん。前でもさすがにね、誕生日過ぎてるでしょ。はい、1年1ヶ月はさすがにもうこれ以上は増えてこんと思うんですけどね。ちょっと動く量が減ったのかな。本当、食べてるのは一緒です。全然一緒です。ずっともうドライが7から8、全然動くないみたいな。ウェットが 1g をふやかして4から5、はい、1g をふやかして4から5、はい、なんか 1g とかですよね。はい、はい、生ワームが3から4、カルシウムかかけてます。ね、はい、ドライの方にもまぶしてすぐたっぷりあげてます。本当、はい、ドライはカルシウム入ってるからいらないですよ。ワームつかないんですよ、カルシウムは。あ、そういうことか。生きてると。あ、振りかけても、うん、別にこの子食べないから、うん、下に落ちて、うん、なんでドライにも一緒に混ぜて。あ、ふやけるやつにね、はい、そういうことね。はい、うんちはどういうふうですか。3から8まで。8まで。4からも8からです。4から8ぐらい。はい。おしっこは3から4、5。3から5。元気は100。動きしっかりしてるんですね。毎日走ってます。走ってますよ。はい。重いからあんまり長いこと行かないようになってるとしんどいんだよね、きっと。なるほど。そうそう、お腹引っ張ついてるとグーッとだんだんちょっと力がいるじゃないですか。普通の体験を比べればなんか長時間やれないと。いや、でも多分そうじゃないですかね。なんとなくそうな気がしますよ。太ってるからあんまり長時間やってられないみたいな気がする。見てると。やってました。じゃあ、何かあったのかな。なんか気になることペイちゃんの体重だけだね。まあ、できればこれぐらいで、600はちょっと切ってもいいかなぐらい。たまこちゃんが400切ってほしくないね。なんとか。そうですね。一回試しにそれ、なんか食べるのがあったら、また言ってください。猫の途中でがもしかしたら食べるかもしれないかな。まあ、わかんないですけどね。やってみないですね。すごいよね、チュールって最近。すごい顔が出ましたね。はい、それでじゃあ、たまこちゃんの口の方を。たまこちゃんってさ、はい、あれ、ん？どうなってんのこれ。この間3週出たんですよね。はい、3週いただいてたんで。わかりました。じゃあ、ステロイドの量下げますね。はい、今、この子3週単位で下がっていってるから、0.3、ん？
この間書き忘れた。400ないからまだ多いよね。パキロ 0.5 あるからね。まあでも急に下げると多分調子悪くなっちゃうんでね。そう、花子ちゃんが分からんぐらいの微量で下げます。はい、じゃあまた3週間分ね、はい、お願いします。ただあのまあ基本家の中ばっかだからね、はい、だからでも家の中ばっかの子で感染する可能性はない。人間なんですよ。人間がどっかズボンの裾かにつけてくる可能、だから草木の多いところに行った時はちょっと気をつけといた方がいいですね。はい、わかりました。はい、はい、じゃああの3週間分ね、はい、出しますね。はい、ありがとうございます。あ、それとごめんなさい、インターベリンも出しますから、たまこちゃんはお願いしますね。